どうもネフェイトです。今回はスポンサー様であるエクステン様のマウスパッドをデビューしていきたいと思います。まずはこちら、スピード性ハードモデルです。2つ目がコントロール性のクロスモデルです。そして3つ目がバランス型の G クロスモデルです。そして最後にジタボーンモデルを使ってね、デビューしていきたいと思います。では早速本編どうぞ。最初にね、使っていくのはこちらハードモデルのスピードタイプになります。この時点でもかなり滑るな感じはあるすごいな、滑り具合が。まずはもうスピード効果よ、やっぱスピードは大事よ、効果は。よし、おお、滑る。なるほどな、こんな感じか。もう配信士プレイヤー向けだね、今使った感じ。ネフェイトそこまで配信しないからめちゃめちゃ違和感がある。もうめちゃめちゃなんか感度一緒なはずなのに感度が速くなった感じしてる実際マウスパッドとか滑る分いつもより振り向くところは上がってるからね、正しいっちゃ正しいよな、その感覚は。間違ってはないか。まあ感度は実際速くなるみたいなもんやから、建築とかしやすくなってんやろうかな。基本的に建築って感度速い方がやりやすいイメージあるし、なんか大体建築前人感度高い気がする建築スピード速いと壁出すとことかめっちゃ速いからね。例えば後ろから出た時ではフッとかこんな感じでやするん、横かみたいな、後ろかみたいなやばい、速いね、ハードタイプ。これはスピード出てますわ。もう一回ぐらいちょっと対面してみたいな、フリックショットとかすごいすごいめちゃめちゃフリックがしやすい。でも結構ね、でもその代わりやっぱりエイムはやっぱしにくいな、この多分追いゲームとかアクターとか当てんからめちゃめちゃ勝ちそう。ボス倒してる、押さえられる。いやー、ボスケッチ拳中ちょっとやってみるか。おー、なるほどな。人は多分苦手な人多いんじゃないかな、このマウスパッドは。マジで配信室ぐらい他のマウスパッドも触ってみよう。で、次使うのが G クロスモデルのバランスタイプやね、まあ、間って感じかな。ああ、だいぶ変わったな。いやでもまだまだ滑りは完全な、個人的に。ネフェイトとかずっと使ってるんがね、20年間ぐらいね、マウスパッドはね、塗らないの結構止まるよね。だからまだなんか個人的には滑る感じはするな。なるほど、あの違いは分かるね。さっき滑らなくなったな感じはある。
普段ずっとなんかあんまり滑んないマウスパッド使ってたら、まあ、滑るなって感じはするんじゃないかな。やっぱ俺が布製を使いすぎてだけかもしれん。布製のマウスパッドめちゃめちゃ少ないわね。まあでもさっきのスピードローラーは滑りすぎや。もうちょっともうすっだけ滑りを抑えてみたいなマウスパッドを手に取ってやったら超いいんかもね。スピードとバランスは長時間やり続けない気もしなくはない。やっぱりね、癖が強いかな、個人的にどっちも。扱えれば強いんやけど、扱えなかった時は難しいみたいな。そんな感じする。結構、フォータイムとかプレイ時間長いぜみたいな。ゲーム J の。そういうにはいいんかも。あんまりね、やんない人はね、多分、もうちょっと止まるやつの方がやりやすい感じる人多いかも。スピードタイムとかね、扱えたら最強やからね、ほんまに。いいことしかやからね。それでエイマー当たるなら、相手も目覚ましか。めちゃめちゃ集まってきたな。ほな、ちょっと次のマウスパッド行かせてもらっていいかな。3つ目、クロスタイプのコントロールやね。ああ、個人的に今のところ一番しっくりくるわ。うん、あ、やりやすい。一番エイム良くなりそう。じゃあなー、 HP 崩れてしまった。いい感じもあった。対局対局、あぶねースネーパーもしたいな。スネーパーいいんじゃない。コントロールタイプならスネーパーっしょ。止まるよな。やれんけど、まあ個人的にはもうちょっと止まってもいいかもしんない。さっきもあれスピードとか使いまくったせいかな、超コントロールタイプみたいなの少ないよね。表面のザラつきが気にめっちゃ気になる。多分よく止まるようにするためにめちゃめちゃザラしてるから、触り心地が苦手かも。好きな人もいるやろうけど、このなんか絶対マウスパッドと手触れちゃうの、俺の持ち方だと。やっぱこのザラつきがいいみたいな人は多そうだけど、滑らかな、もう滑らかな場合少ないよな、個人的に。さっきよりはマジで意味わからない気がする。おい、2回目。
さっきの続きか。一番好きはホーマースパッツか今のところ。やっぱメラル4つもあるよ。倒しまくってる。やっぱスナイパー手放せんな。でも今のスコめちゃめちゃいいけど、もう一個ねあるんで、マウスパッド最後がユタポンさんのマウスパッド、モバの家品の選手だよね。おで、やりやすいかも。おー、何に近いやろ。まあ、スピード感はそこまで、まあ、悪いけど、スピード殺せないな。バランスは超えたか。コントロールタイプに近いね。でも、触り心地は、でもコントロールは、滑らかだね。モバに最適な感じなんやろな。確かにやりやすそう、モバとかは。これで、ビークルいきますか。ラストパスしてる。残り3人。あと1人。いやースネーパスでかいな。フリーシーキューか。はい、まあ。おお。絶対持ってんな。ということで、今回はこちら X10 様のマウスパッドを4種類使ってね、包帯とやってきました。個人的にね、一番思ったのはね、どれも狙い的には滑った。結構スピード感あるなっていう。今回、まあ、4種類デビューさせてもらったんですけど、まあ、特徴それぞれあるんですけど、まあ、僕に合うマウスパッドがなかったっていうことで、なんとなんと狙いとコラボモデル制作決定しました。どうやら作ってくれるみたいです。まあ、この時点で、ね、全部使ってみたいけど、まあ大きさが気になったね。もうもちろん大きいサイズ変わらないけど、絶対もっと大きいマウスパッド使えよ。まあ、はみ出すとかもあるし、別にね大きい分には困んないよ。マウスパッドってマウスがはみ出すとかが一番まずいから、これよりは大きいサイズは使うね。あと布製のマウスをもう小学生くらいの時から使ってたから、まあデビューに偏りはあるかもしれない。いろんなマウスパッド触ってきていいんけど、やっぱメインで触ってもやっぱりもう20年近くね、ま、布製の止まるマウスパッドだったから、そんな止まるようなマウスパッドを作りたいね。まあ、そして今回ねデビューした4つ、気になる方はねぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね。